オークサイドのロイヤルだから L 字型なんですか、はい、そうなんですよ。レイアウトがロイヤルっていうものなんで L 字型になってますけど、通常のオークサイドですと本当にこうストレートの椅子になってしまう、はい、なってしまいますね。そっかそっか、そこでの違いがあるんですね。みるみるランド、はい、皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。今回も、はい、加藤モーターさんに来ております。そして加藤モーターさんの野島さんです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてね、はい、今あんまり私たちの見たことのない、はい、オークサイドというね車種のロイヤルというバージョンがあって、ね、ちょっとね今回はそれがもうそろそろできる、ほぼほぼできているよっていうところを見せていただこうと思います。はい、もう大人気でね、あのすごい急いで頑張って作ってらっしゃいます、はい、加藤さん。はい、じゃあねこちらのお車なんですけど、はい、まず外観をぐるっとしてから中を拝見していきたいと思います。でボタンの車両は何ですか。はい、こちらも、ハイエースのスーパーロングになりますね。ハイエースのスーパーロング、はい、はい、で今履いてらっしゃるタイヤがちょっとねホイールすごいかっこいいなと思って、はい、そしたらこれスタッドレスタイヤ、タイヤに、まあ、あのアルミホイールをちょっとねこう履かせてるような形ですね。お客様のご希望のやつを履かせている状態だということですね。はい、あります。はい、ちゃんとここもねレギュラーで走るよ、はい、レギュラーガソリンですね、ちゃんと分かるようになってます。はい、なんかこういうところも別に書かなくてもいいかもしれないのに間違えないように絶対にちゃんと書いとくってところが、そう、間違えない、そう、あの、はい、やっぱり優しさだなって思います。はい、まあ、納車の時はこれ当然外せない、剥ぎますけど、こちらも制作中 ね, こうね間違わないようにって形やってます。そうですよね。はい、はい、じゃあ、横なんですけど、はい、特にねあのいじってはいないのでスライドドアがそのまんまちゃんとついているという形のタイプになっております。はい、でもやっぱりかっこいいですよね、ハイエース自体がねすごいかっこよくて、でここに出てきましたよ、オークサイド、オークサイド、はい、書いてありますね。鹿さんなんですよね、オークサイドは。はい、そうですね、鹿のこうねイメージのモチーフにした交換ですね。そしてこちらが外部電源の取り入れ口で、はい、ここにちゃんと加藤モーターさんの、まあ、ロゴの ね, ゴねステッカーが、ね、入ってますね。とこちらにも入ってますね。はい、であのちゃんと納車するときは全部きれいになって納車されますんで、はいはい、でここにもね K というマーク入っているのと、はい、オークサイドこちらにもロゴが入ってます。はい、でZOO の時は、はい、助手席側が加工されて仮装されてたんですけど、はい、オークサイドの場合はこちらは、ね、はい、運転席側ですよね。右側の方の窓をこういうふうに、広げたこういう FRP の、はい、ボックスをつけて、うん、横を広げてますね。拡張してるって形ですね。だからここの分がねやっぱりすごく出てるから、はい、中がね広くなってるんじゃないかというすごい期待感があります。はい、であとこの FRP もちゃんとねここに K って書いてあるんですよ。そうですね、こういうところもかっこいいですね。はい、でここ窓がちゃんとついてます。四角いね大きめの窓がちゃんと横についてます。で前はそうですね、前もシンプルですね非常に。はい、はい、でこちら新型ハイエースの6型のものを使っていらっしゃいますね。はい、で一応じゃあちょっとこちらの運転席をね、はい、拝見してよろしいですか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。オープン。はい、今ちょうどねお席倒されている状態なんですけど、はい、このやっぱりシートがそうですね、これ対座加工っていう、まあ、格好をしてますので、うんうん、まあ、対面でねこう座れるような形になってるんですね。こういう形ですね、なってますね。でまたこの柄もお客様が選んだものが取り付けられていて、はい、でちゃんと中と の, あの整合性が取れてるというか、はい、ありますね。はい、ちゃんと一体感がねこうあるよ ね, ありますよ ね, ますね。でセンターコンソールやっぱり広く取られてますね。はい、大きいです。とても運転がしやすそうです。あ、でねちょっと一個だけ今気がついたんですけど、はい、こっからじゃないとなかなか見えない、このレールの付け方がすっごいバッチリしてるんですよ。ここにちゃんと木が張ってあって、はい、でここに押さえがあるの で, でそこにちゃんとレールが張ってあるのですごい落ちにくそうですね。あ、はい、そうですね、うん、こうしっかりとこう、ね、曲がるようなこう、ねね、つけてありますね。丁寧にすごいつないである形になってます。はい、じゃあ早速中行ってみましょう。はい、みるみるランド。はい、じゃあオープンお願いします。はい、はい、オープン。あ、来た。はい、イエーイ、来た。そうなんですよ、はい、オークサイドはねこのキャプテンシートが2列目にデデンって。そうですね、なんて言ってもこちらのね座席ですね。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、すいません、あ、でね、私シート座っちゃうと後で言えなくなっちゃうので、
先にちょっとここ気になったので、ここがねスイッチコントロールが全部入ってるんですけど、特にねここなんかは加藤元さんオリジナルで作ってらっしゃるねコントロールパネルになっていて、ね、非常にねお部屋の雰囲気を壊さないような形になってます。はい、はい、じゃあお邪魔します。はい、イエーイ。オークサイドの、あーもう本当いい、やっぱりねキャプテンシートはすごい快適ですね。こうゆったりとした座席になってますので、で、まあ、こちらの方はリクライニングもこう右側のレバーがリクライニング で左側がこのオットマンがこう出るようなこう、あ確かに、はい、確かにレバーになりますね。いやすごいいいな、なんて快適なんでしょう、はい、あなので、まあ、結構ね平らに近い状態になるので、まあ、こちら、まあ、仮眠程度だったらこちらでも寝れる、ね、ようなスペースになると思いますね。そう今ちょっとねお昼寝したくなってました、ね、ちょっと意識失いそうなぐらいすごいね、こうちょっとねあの包み込んでくれるような感じなんですよ、このね、はい、素材もすごくよくってツヤツヤしてはいるんですけども、はい、しっかりねこう包み込んでくれるような優しい、あの形になっているので非常にいいですね。こちらまあレザーのね貼ってあるシートになってます ね。だから多少汚れてもこうね拭き取ったりもできますね。あレザーでも結構大丈夫なんですね。はい、あの汚れをこうねちょっと拭き取ったりもできるような素材になってますね。いいな、なかなかね高級な素材を使っているので、はい、本当寝、ね、心地がめちゃくちゃいいです。はい、で普通なんだろう、ここにあるのって何て、ヘッドレストヘッドレストってちっちゃいじゃないですか、はい、だからちょっとこうなんか寝返りとか打つとこう落っこちるわけですよ、はい、だけどこのキャプテンシートに至ってはここ全面なんですよ、一体型ですからね。そうだからあのちょっとこうやって寝相の悪い人がこうやってねお昼寝してても全然平気、はい、すごいいいですね。すみます、はい、めっちゃしかもねここがツヤツヤしてる、あこの曲げたこう、ね、木材です ね。この木もいいです ね。すごい、はい、あでこれちなみに何人乗りですか。これは6人乗りになりますね。6人乗り、じゃあ、はい、運転席助手席とここの2つと、はい、あとこちら横向き座席2人分になりますね。そこが2つ取ってあるんですね、はい、なるほど、それで全員で6人ということです。ね、でここんこれなんかあるんでしたっけ。そちらね一応跳ね上げ式の、テーブルがつくんですけど、今ちょっとまだ制作中でついておりません。よかった、そうなんかあったよなと思って、はいはいね、これ今ついてないけどちゃんとここにテーブル来ます。ガチャンって、はい、跳ね上げ式のテーブルがつきます、はい、であとここにね2つ、12V のソケットが入るようになってるんですけど、あとこっちに100V が使えるような形になってます。コンセントね、こちらコンセント電源だからここでちょっと携帯の充電とかパソコンの充電とかして、はい、でここに付けきたらここでパソコンもできるよっていう形になってます。はい、素晴らしい。で、あしかも私の好きな読書灯もある、はい、そちらに付いてますね。でちゃんとねここに綺麗に間接照明も入ってます。はい、はい、じゃあ早速中へ行ってみたいと思います。はい、いやもうかなりキャプテンシートでね楽しいんですよ、はい、私は楽しいんですよ。あここにも収納ですね、そちらね収納なんだ、はい、一応棚板が、はい、つきますね。こちら、本当だ、ここで半分に分かれることもできる、はい、すごいいいな。で明るくてここはねL 字型になってます。はい、L 字型の、はい、ちょっと珍しいタイプですね。はい、そうですね、こちら L 字型がちょっとねあまりないモデルなので、うんうん、結構珍しいですよね。はい、オークサイドのロイヤルだから L 字型なんですか。そうなんですよ、レイアウトがロイヤルっていうものなんで L 字型になってますけど、通常のオークサイドですと本当にこうストレートの椅子になってしまう、ね、はい、なってしまいますね。そっかそっか、そこでの違いがあるんですね、はい、またこの机がめちゃくちゃいいですね、はい。でこれあの穴開いてるんですけど、あそうですね、またあの先ほどの、追記動機のカップが一応入る、あ入るんですね、あよかった、これなんかかっこいいけど、はい、落っこちると思って、そうですね、ちょっとそれは、はい、あのカップが入る予定ですね。カップ入るんですね、はい、あ L 字型もいいですね、はい、結構ねゆったりとできますよね、めちゃくちゃくつろげる、はい、そうですね、L 字型なんか
贅沢ですね、うん、結構ねゆったりできますね。今度はこっち側にもあのライトがついてるので、はい、明るいけど、うん、間接照明だから優しいですね、はい。で、ね、反対側はあの1箇所ねもちろん窓ついてるんですけどこっち側は窓ありません、はい、でこちら側に窓がついていてこの窓もね見てくださいよ全部こんな風にちゃんと窓枠になってるんですよ、はい、枠になってるんですここがね、はい、加藤モーターさんのすごいところですね。で触った感じもすごいねツヤツヤしてて、うん、優しい手触りこういうのも一個一個手で作ってるってところが本当に贅沢になってるなと思います、ね。でね、ここにね、重量をかけないでくださいっていう風にね書いてあるんですよ。これ今制作途中だから貼ってあるんですけど、はい、でもこういう風にちゃんと気をつけてねっていうことをいちいち書いてあるっていうところにもものづくりのこう優しさをすごい感じますね。はい。でちょっとキッチンの方、はい、そうですね。キッチンの方、はい、いいですか。はい。はい、こちらキッチンなんですけども、はい、まずこちらが、冷蔵庫になりますね。はあ、今回は、まあ、上蓋式の冷蔵庫になりますね、めちゃくちゃ大きいの出てきました ね、 ね一応これで、40リッターですかね。これで40リッターなんだ、はい、ますね。よしと、すごい、こういう風に開いてという形になりますね。あ、かなりがっつり入りますね、はい。これ冷凍冷蔵どっちもいけるタイプですね。はい、どちらでも、はい、使えるものになります。はい、はいね、はい、これだけあればたっぷりお酒も冷やせるぜっていう、はいはい、食料も全部いけますね、はい、はい。でこれは上蓋式になってるから、はい、こっちを展開した時でも、はい、まあ、これは使えるっていう、使えるっていうことですよ ね、はい、形になりますね。でこちら閉めるときはここをちょっと押していただいて、あ、はいはい、あ、勝手に起こってこないようになってるんですね。ストッパーに一応なってますね。あ、安全ですね、はい、結構重さがちゃんとしっかりあるから、なんでちょっとねストッパーをつけて、ね、あった方が倒れないようにしてます ね、 ですね。でここが4つねあるんですけど、はい、こんな感じで、はい、あ、ここはね一緒につながってるけど、はい、こっちからは分かれてます、はい、なんかこっちはつながってるのかな。そうですね、2枚2枚でこうね、2枚2枚で分かれてるような感じになりますね。 ありがとうございます、ご協力ありがとうございます、はい、実は全部見たかったです、はい、すごい、ね、だってこれだけ収納あったら結構いろいろ入れられるじゃないですか、はい、そうですね、こういうところもすごい嬉しいですね、はい、しかもここの上だからあの私たちの移動とかに全然邪魔にならないところにあってすごい優しい設計だなと思います、はい、でこちらにですね、やっぱりすいません私が手が届かないんですけど、これライトですね。あ、そうそうそう、そこのライトと、はい、あ、ここで、あ、ちゃんとできるオンオフができますね。プラスあとここにもコンセントと12ボルトが2個ずつついてるので、はい、ここからもね取って調理するときとかお湯沸かすときとかにこちらの電気も使えるようになってます。でちょっと嬉しいんですけど、はい、きますよ、オープン。なんと見て、二口コンロついてた。私今全然期待してなかったんですよ、うん、普通のシンクだと思ってたら、はい、やった、コンロ付き珍しくないですか。そうですね、こちらはね、固定式のコンロ付きのモデルになるんですね。初めて、オフサイドで初めて拝見しました、ね、だいたい、そうですね、あまりつけないことが弊社多いんですけど、こちらは、ね、はい、やったー、コンロ付きになりますね。コンロ付きですよ、はい、でシンクもしっかりあって、はい、でこのコンロでやった後ちょっと汚れてもね、はい、こうシャ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 ってこう洗って、ね、全部こっち流してザッていけるわけですよ、はい、めちゃめちゃ嬉しい、いいですね。で何気にねちょっと奥のところにこういう風にね幅があるから、ここにちょっとしたものをあのなんかストック箱入れて置いとくとかもできるし、はい、うん、ね、ちょっとした飾り付けしてもここら辺楽しそうですね、はい、あ、でもちろんちゃんとねこういう風にしっかりカーテンも自分の好きな好みのやつをつけられるので、はい、プライベート空間は確保されますし、はい、あ、今気がついた、欲しい、ここにね電子レンジがね、はい、ついてるんですね。電子レンジついてたじゃないですか、はい、忘れてたって気づいてませんでしたけど、はい、これ家庭用の普通の電子レンジですね。そうなりますね。おお、じゃあ結構電気もしっかり使える。そうですね、こちらの方は、まあ、インバーターはちょっとオプションになっちゃうんですけど、電子レンジをこうつけたりもできますので、うーん、結構ね装備的には結構ね、はあ、しっかりできるものになってますね。そうですね、わお、
はい、でこちら、はい、後ろにねスペースがあるんですよ、はい、だから荷物をここに収納みたいな形で、ね、置くことも人私がねこうやってててってできるくらいのスペースがあるから、はい、結構ね詰め込めます、はい、後で後ろからちょっと拝見しましょう、はい、でこれベッド展開するとどんな感じになるのか、はい、そうですね、やってもよろしいですか、はいはい、分かりました、はい、ベッド展開は一応、まあ、こちらのテーブルですね、はい、外していただいて、はい、よいしょ、まず天板を、この天板もおしゃれですよね、こうカリンっていう素材をこうね真ん中に入れ込んだテーブルになりますね、うん、すごい高級感のあるテーブルですよね、はい、下にこの辺に置いておきますね、でちょっとテーブルを外していただいて、上と下どっちも外すんですね、そうですね、外せるような形になりますね、であとは、この木の支えを、ちょっと待ってください、あの木の支えを、はい、あの拝見すると四角くなってるんですよ、はい、そうです、今回から四角く、今までは丸型ですよね、で、まあ、最近ちょっとね強度を増すために四角いものになってますね、こちらを入れて、あとはこの、はい、ベッドマットをですねこうやって入れていただいて、であとは、そちらの方ですね、はい、ちょっとこちらだと長さが足りないので、はい、よし、すみません、じゃあちょっとこの辺に、はい、すいませんです勝手に後ろにいて申し訳ありません、はい、でよし、こちらを外していただいてこうやってはめていただくと、まあ、大人がこう立てて寝れるようなベッドになりますね、ここにね切り欠きがあるってことは、はい、もしかして、まあ、そしてテーブルをセットしたままでも一応展開できるっていう形になりますね、おー、そうなんですね、はい、嬉しい、だからちゃぶ台的な形でも使えるし、ね、うう、はい、本当にさっきみたいなテーブルみたいな形でもどっちも使える、はい、ルね、でね、皆さんお気づきでしょうか、ここに、ね、混んでるんですよ、はい、でもこれは実際お客様行くときにはちゃんと平らになりません、今ちょっと調整中なんで、ま、作り途中です、はい、大丈夫です、はい、なってますね、でね、ここ何気に収納にも収納がありますね、あるんですよ、そちらに確かカセットガスの、あ、そうですね、ガスですね、まあ、弊社オリジナルの、カセットガスで、あ、供給できるガス供給器が入っておりますね、はい、寝かせていただきます、はい、これはいいんですか、これは一応、まあ背もたれなんですけど、まあ、外さないでベッド展開って形になりますね、背もたれいいですね、はい、じゃあ、はい、おやすみなさいって、いやこれいいですね、大人2人を湯でいけちゃいますね、はい、ということはこれは4人乗り6人乗りで2人大人が寝れる、仕様になりますね、仕様になってるってことですね、はい、おあとオプションで、はい、2段ベッドみたいな形で、うん、そういった仕様もありますので、ね、ご家族多い方は2段ベッド仕様にも一応できますね、あ、そうなんですね、はい、ってことはベッドは2段目はどこに来るんですか、2段目は、こちらのキッチンと、はい、まあ、こちらの棚みたいな、あ、これですね、はい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 、こちら側に、はい、橋渡しにし してこうベッドって形もできますね、なんで2段目はちょっと横向きに、2段目の方は横向きに、こういう横向きになる、はい、で、2段目とも使えますよってことですね、そうになりますね、わお、はい、はい、すごいいいですね、はい、寝心地もちゃんと確保されていて、はい、座り心地はバッチリだし、はい、そして、あ、換気ウィンチレーターもねちゃんとありました、はい、換気できるようになってます、こういうところも一個ずつねこうやってつけたり消したりできますし、ここもちゃんとね木で作られてるから、はい、すごい雰囲気が高級感があっていいです、なかなかねこういうライトがこういう室内に、室内というか車内についてることって、ね、木の、ね、ものを使ってますからね、はい、ないのですごい素敵だなと思います、はい、で全体的に布もねすごい刺繍とかしてあったりとか、はい、かなり凝ったものを選べるので、そういうのを選ぶ楽しみもそうですね、ありますよね、結構ね、うんうん、この花柄でこう統一されてるようなこう、そうですよね、なんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、
はい、こんなウォークサイドなんですけど、はい、一番のお気に入りポイント教えてください。あ、お気に入りポイントとはやっぱりこのキャプテンシートですよね。こちらが何といってもね、移動中こう楽にね移動できるんじゃないかなと思いますね。ちょっとさっき寝かせてもらっただけでも、はい、昼寝できちゃいますもんね、はい、うん、最高の乗り心地でした。みるみるランド、ドラレコついてる、はい、今後ろに回ってきました。でこちらの部分ですね、先ほど言ってた、はい、まあ、収納の部分が、ね、よしよしよし、ここ丸々収納になってるってことです ね、 ですね。あとこの座席の下も一応収納っていう形になってますね。ちょっとインバータ入ってますけどね、入ってますけど、はい、そこにも収納ができると、はい、収納になりますね。であとこちら側ですね、はい、こちらが開けてもらってもいいですか、はいはい、あ、外で使えるこういうテーブルになってますね。あ、便利、うんうんうん、ちょっとしたものを置くのにすごい、はい、あとこういうふうに、まあ、ちょっとした本当に収納ですよね。本当だ、なんかちょっとカトラリーとか入れておいてもいいし、はい、外で使う時に、ね、まあ、使える収納になりますね。わお。でこちら下見たらね、ここで水をね入れ替えができて、はい、20リッターのタンクが入ってるので、はい、ね、20リッターまで使えるということです。わー、すごい素敵です。みるみるランド、今ね拝見してきたオークサイドのロイヤルなんですけど、はい、今度はですねサブバッテリーだけではなく、はい、こちらのポータブルバッテリーも併用して使えるよっていうね、はい、システムを組んでるっていうの で、 うで、ね、ちょっと教えていただけますか。はい、こちらの方、まあ、1500W 最大出る、ポータブル電源なんですけど、うんうん、どうしても、まあ、サブバッテリーだけですと、うん、こういった電子レンジがついてたりすると、うんうん、結構電気が、ね、消費されてしまうので、こういった、まあ、電子レンジだったりとか、あと車内あの室内のコンセントですね、うんうん、こういったのをこちらのバッテリーで賄うっていうような形で、うんうん、ちょっとこちらの方にね配線が出てるんですけど、はい、こちらの配線を、まあ、挿していただくと、うん、この車内の 100V 関係が全部これ、全部これで、はい、賄うっていう形のシステムになってます。これ外需を車内でできるみたいな。そうですね、はい、外部充電を車内でできるようなシステムを組んだってことで、はいはいはい、でね、しかもこのポータブルバッテリーのいいところが、はいはい、1500W の出力がある上に、はいはい、この充電満充電になるまでがすごい短くて、はい、1時間ぐらいで、なりますね、お家でできるので、はい、例えばその外部充電が今満タンじゃないよっていう時でもあるとすごく安心ですし、はい、そうですね、なんか災害とかにあってみんなで動くよとかっていう時とか、はい、本当にこういう電子レンジとか使う時に便利そうだなって思いました、はい、ね、まあ、予備のねこういう電源として持っていただければ、うん、またねこう電気もねもう安心して使えるんじゃないかなと思いますね。そうですよね、はい、今やっぱり、うん、すごくあの電気需要が多くなってきてるから、はい、ね、本当にこれがあるかないかだけでも違いますね、はいはいはい、こういうご提案もね、はい、していただけるっていうのと、プラス今回オークサイドのロイヤルにつけてらっしゃるけれども、はい、他の DD とか、はい、まあ、スタンダードなオークサイドとか、はい、何でも、はい、これは対応可能になりますね。対応可能になったってことですよね、はいはいはい、なのでね、もしあの加藤さんのお車検討されている方はこういった、ね、プラスのバッテリーも付けれますよっていう形ですね。で特にね、私たちみたいにキャンプもすると、はい、これごと持っていけるので、そう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 、外でも使えて、はい、中でも使えるっていうね、どっちもメリットがあっていいなってすごい思いました。はい、はい、じゃあね、ちょっと気になる方はいろいろご相談なさってみてください、はい、ありがとうございます。お願いします。